ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回なんですけれども、テデスキトラックスバンドの Come See About Me っていう曲、これのね、リフの弾き方とコード進行を解説していきます。はい、早速弾き方の解説です。で、もともとこの曲は、スライドで弾いてる曲なんですけど、今回はね、普通のレギュラーチューニングで普通にピックで弾く方法を解説します。スライドをやりたい人は、チューニングを変えてね、オープンチューニングとかにして、弾いてみてください。で、最初はね、軽くソロみたいなのを弾いてリフに入るんですけども、最初の、ソロみたいなのがこんな感じかな。こっちで弾いてもいいんですけど、どっちでもいいかな。だけどメリハリつけるにはこっちで弾いた方がもうちょっと高い音から、キラキラした音が鳴るから、こっちで弾いた方がかっこいいかもしれないね。で、ここのフレーズは基本は D のメジャーペンタをメインに使って弾いています。こう、で、まずは、ここはこんな感じね。3弦の2フレットから始まって、で、2弦を7フレットまで来て、5、3、で、次は、ここの3弦の2フレットから4フレットにスライドして戻る。同じような感じで4弦の2フレットから4フレットにスライドして戻る。で、次は4弦の開放、5弦の2フレット、4弦の開放、この D のこの高いところまで来て、1弦と2弦ぐらい弾いて、このまま10フレットのところを2弦3弦って弾いて、最後は D の音ね、4弦のこうね。で、これスライドのフレーズなんで、基本指で弾くと指の使い方がちょっと使いにくいかもしれませんが、ちょっと練習っていうことでね。で、次はこれ。ここで弾いてもいいですし、弾くとしたら、ここの高い音かこっち、ちょっと低音入れて弾くか高い音で弾くか、どっちかがかっこいいかもしれないですね。とりあえずこの高い音で弾く、弾き方ね、ここは1弦の、違うな、2弦の3フレットにスライドして1フレット開放、3弦の2フレット、次は4弦の3フレットから4フレットにハンマリングで開放、で、次は5弦の2フレット、
最後は、4弦の解放ね。でコードに入るときにシンコペーションで入っているので、そこは気をつけて弾いた方がいいです。で次が D コードなんですけど、ここの D コードでもいいんですが、こうドゥッドゥッチャッツカツカチュッチャっていうリズムね。で元々の大元のリズムがこうこういう感じのリズムなんで、音をね伸ばしたり切ったりできる方がリズムは出しやすいんですよ。でオープンコードで弾くと、まあ、できるんです。これまあ、ここら辺とかこっちの余ってる指でミュートしながら弾かなきゃいけないので、まあ、押さえ方は簡単なんですけど、リズムが出すときにこうジャーってなる可能性はあります。なのでこっちのバレエコードで弾くと力入れたり抜いたりすれば音が切れるんで、まあ、こっちの方が、まあ、リズミカルには弾けるかもしれないですね。まあ、こっちの方オープンコードの方は弾く分には簡単なんですよ。こここで完結するから、ただ音を切るのが大変っていう。でこっちのバレエコードの場合はちょっと遠いんですけど、それに慣れれば切るのは簡単っていう感じね。まあこんな感じになります。なんでまあスライドの曲とかを、まあ、レギュラーの普通に弾きたい場合はスライドの場合はオープンチューニングで、チューニングで弾いてるんで、ある程度配列を変えなきゃいけないというか、なんていうのかな、スライドはスライドでスライドが特徴的に弾けるチューニングがオープンチューニングなんで、オープンのものをレギュラーに戻すと指のね使い方がちょっと使いにくかったりするんですよ。なのでそれはオリジナルみたいな感じでスライドで頑張るっていう人はスライドで弾いて、まあとりあえず練習としてまあこんな感じで弾いて遊びたいなっていう場合は、まあ普通にレギュラーでスライドの音をこう耳でピックアップしてって、それを今みたいに弾くとかね、っていう遊び方ができます。あとは、まあこれがメインのリフなんで、あとは普通のコードなんで、まあそのコード通りに弾けば、最後まで弾けます。で、まあソロのところも、そうだね、キーが D なんで、D のマイナーペンタとかメジャーペンタとか混ぜて弾いたらかっこよく弾けます。まあ、こんな感じで、スライドの曲を普通のレギュラーのチューニングで弾くとこんな感じになるっていう、ギターの遊び方でした。まあこれが絶対じゃないので、皆さんこれを参考にしてスライドで弾いたり、レギュラーで弾いたり弾くとこ変えたりとかしながら遊んでください。
チャンネル登録してね。ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。